こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回はエギングのポイントである堤防、磯、また少し流れの強いところ、そういったところでどういうふうにアプローチして、またどういったところにイカがつくのか、狙うべきポイントっていうのを紹介していきます。よろしくお願いします。まずはエギングで一番アプローチしやすくて足場のいい堤防。堤防といってもいろんな形があります。でも必ずその堤防が作る水の流れ、あとイカがつきやすい場所っていうのがあります。それでは順に見ていってみましょう。いわゆるこう普通の漁港なんですけど、ただやみくもに防波堤が広いからといって、こうどこに投げていいかわからないということもよくあるんです。でも実はその堤防でもしっかりイカがたまりやすい場所って、例えばこういうどこの漁港でもあるようなこういった L 字の角、こういう L 字の角って流れてきた潮が一回ぶつかってこう巻きやすいんですね。そういう場合って、そういう場所というのは小魚もたまりやすいですし、その小魚を追ってイカも一旦足を止めやすいんです。でこういう場所を見つけたらすぐにフルキャストするんではなくて、まず少し投げて足元からやってください。割と潮を巻いているエリアというのはそんなに大きくないです。なので遠くからイカを連れてくるイメージではなくて、その巻いている中にまずエギを落としてあげる。で細かくチェックすることが重要ですね。でイカの追尾がなければ少し投げてあげる。でこういった漁港って今堤防の少し引っ込む気を投げてるんですけど、潮目といってこの川の流れのような筋が出やすいんですね。でそういった潮目沿いにイカは回遊してきますし、巻いていればその中にイカが入ってます。なので目に見える目標物を狙うのも一つなんですけど、この自然が作り出すその水と水との境目、ぶつかり合うところ、これを狙うっていうのも一つ重要な狙い場所ですね。少しゴミが集まっているところとか泡が集まっているようなところというのは間違いなく水がぶつかり合っているところなので、そういうところを重点的に狙ってみるといいと思います。ここは港の中で、いわゆるこう堤防についてまず先に一番最初にコンタクトしやすいような場所ですね。どうしても堤防をつくとこう外に外に、先端に先端にって行きたくなるんですけど、実はこういう四方を守られているような場所ってイカにとっても居心地がいいんですね。餌になるような小魚を追い込みやすかったり、常夜灯があればイカってその光に集まってきた小魚を食いに来るんで、よいしょ、今この成長期のアオリイカというのは外洋にいるとやっぱり外敵に襲われやすいんです。自分より大きな魚とかに捕食されやすくて、ですのでこういった口内というのは割と500グラムぐらいまでのサイズのイカであれば結構中に入ってそこの方で休んでいることがあるので、しっかりそこまで沈めて誘い上げてくると、きちんとその時期の両型のアオリイカというのも手にすることができます。水面にイカが見えなくても、ああいないっていうふうに思うんじゃなくて、実はイカってそこべったり付近にもいるんですね。なので港内でも人が少なければ、まあ人が多い時でもそうなんですけど、やっぱりきっちりそこから探ってきて足元まで丁寧にやってくると、こういったサイズも出てきます。で今港内に立ってるんですけど、沖向きにもやっぱりそういった駆け上がり、ブレイクっていうものがあります。でも港内の中でもこういった変化を見つけたらぜひ狙ってみてください。今立っているところってその駆け上がりをこう真横から狙える場所なんですね。通常駆け上がりの正面に立つと落ちていくこう坂に対して一方向しかから打てないんです。少し斜めにすると広い部分を探れるんですけど、でも立ち位置が自由になる港内であれば、こういった駆け上がりを見つけたら駆け上がりの真横から切れるんですね。なのでそういった場所を見つければ長い距離、一番いいスポットである駆け上がりを引いてこれるので、横にですねずっと平行して、そういう場所があったらぜひ狙ってみてください。広い範囲にイカがついてるんで、そこを効率よくエギを通すことができます。
ちっちゃいな。ほら来たよ。アオリイカ以外にもこういったコウイカ、これは正式な名称雷イカ、モンゴイカって言うんですけど、こういったイカも釣れます。基本的にタコ、イカ、一般的にスルメイカ、ケンサキイカ、あとコウイカ、そしてメインのアオリイカ、そういった軟体動物は正直ほとんどの種類エギで釣れます。なので個体のイカの個体のサイズに合わせてあげればきちんとこう結果が出るので、もしアオリイカがいなかったとしても身近なこういった港内のイカを釣って楽しむことができます。で堤防の外側、この堤防の外側ももう一目散に先端に走っていくんではなくて、まずしっかりその場所場所を切って打っていくことが重要ですね。どこにその沈んでる根があったりとか、岩場ですね、目では確認できないんですけど、水の中にこう岩山が立っているところ、そういうところにもイカがつくんで、しっかりと10メートル間隔ぐらいで探っていくことが大事ですね。で少し今横から風があるんですけど、風上の方に投げてあげれば自分とエギをまっすぐにすることができるので、もう少し横風がある状況だとしゃくり上げて余分なラインをこう風が払うんですけど、竿先を水面に近づけることでエギと自分をまっすぐに保持しやすくなります。少し風をはらんでラインがこう回ってしまうと、しゃくり上げた時にそのたわんだラインの軌道上にしかエギって動いてこないんですね。なのでアクションをつける時は必ずエギと自分をまっすぐにしてあげることが大事です。で近いところで遠いところ、少し角度を変えて投げてイカの追尾とか反応がなければまた次のポイントを打っていきます。よいしょ来たよ。この時にかかりどころをしっかり見てくださいね。エギが真横に抱かれたままこうイカが抱きついている時があるんです。しっかりとこう見て針の先端ですね、エギの後ろ側がしっかりイカにかかってるっていうのを確認した上で抜き上げる時は注意して抜き上げてください。で勢いつけてブワンって振っちゃうとイカの身切れてしまうんで、なるべくラインを短く巻き取ってからゆっくり竿のこのバットの部分ですね、この部分を使って上げる。で地面にベシャッと置くといきなりイカがびっくりして墨吐いてしまうんで、静かにエギを持ってあげて、こうやってイカがついてくるんですけど、その時に水面でピタッと止めると非常にこうイカって興味を示して寄ってくるんですね。でまたちょっと違和感を感じて抱き切らないとき、また落としてあげるんですね。そうするとうわーっとかけていくんで、落ちながらも見てるんですよイカって。でまたしゃくり上げてビタッと止めると、こう一気にまたこう関心を持って触りに来るんですね。でまた落としてあげる。これを繰り返すとどんどんイカってこう活性が高まっていって、次水面でピタッと止めたときにこう釣れるんですね。こう触って確かめてるんですよ。すごい気になってますね。で今離れてたやつがしゃくり上げるとまたこう関心示して追っかけてくる。かなり離れた位置からでもこう飛んでくるので、これ実は投げた息も同じことなんですね。投げてしゃくり上げてゆっくり落としている時にこうイカが追いかけてくる。この堤防際の動きをイメージできると投げた時の釣果はもっともっと良くなりますね。こういったいわゆる底が見えてるような水深1メーターから2メーターぐらいのいわゆる浅場、シャロー帯っていうんですけど、
そういうところからの海の模様の海の色が変わるような場所があるんですね。これって浅く続いた地形が急に深くなっている場所なんです。こういった場所を駆け上がりって言うんですけど、駆け上がってる場所、そういう場所にイカってつきます。なのでそういうちょっと浅い場所から海面の色が変わるような場所を見つけたら必ずチェックしてください。割とそのまま駆け上がりのもう真上から落としてもいいんですけど、なるべくならその駆け上がりから下の方にもイカってついてるので、遠くからイカを誘うようなイメージで少し遠めに投げて探ってきます。で、自分に向かってこう岩がこうせり上がってくる地形なんで、長時間その駆け上がり付近にエギを置いておくと根上がりがしやすいんですね。なので近くなればなるほどロッドを立ててエギを跳ね上げやすくして誘ってくると、根上がりを減らして効率よく探ることができます。少し先が水の色が変わるような崖の先が見えるようなポイントでは少しエギを入れてチェックしてみるのもいいですね。ただどうしてもその駆け上がり際っていうのは岩が立ってるんで根上がりがしやすいです。なので、ね、あまり長時間そこにエギをつけるんではなくて、結構テンポ早く探ってくるとエギも根上がりせずに探ることができます。今投げているのはエギのピョンピョンサーチって言って、エビの形に模したエギなんですね。でエギと決定的に形が違うのはやっぱり前の部分にルアーみたいなリップがあって抵抗を大きく受けるんですよ。で今投げてからかなり早めにしゃくってるんですけど、エギって通常ボトムまでつけるんですけど、このピョンピョンサーチ上からやってるんですね。上から3秒ぐらい沈めて2回3回しゃくったら、その分だけフォールさせる、4秒から5秒ぐらいフォールさせて、でまた2回3回と弱して、この回数で上がり具合が決まるんで、ちょっとゆっくり見せたいなって時は2回ぐらいで、で早く見せて追わせたいなって時だったら5回6回とかやってもいいと思います。で当たりがなければ次7、8秒沈めて上からこう探っていくんですね。割と上に上がりにくいエギなんで、しっかりこう横の層をキープできるというか、海があったらそう横に切っていけるんですね。だからどん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 下の方を探っていって、当たりがなければ次のキャストへと。割と大きくしゃくらなくてもしっかりエギが動いてくれて、で落ちてる時にもこう水をかきながら落ちるんですね。通常のエギにはちょっとできない仕事なんです。エギってやっぱり少ない力で大きく動くように設計されてるんで、このしゃくった時に重いとか、ポールしてる時にすごく抵抗があるっていうのは、落ちてる時にもしっかり水かいてるんですね。なのでエギでちょっと反応がないなっていう時には、このピョンピョンサーチ使えば見切りをつけて次の場所に行けるっていう感じですね。エギのピョンピョンサーチ、エギで反応がないなと思った時とか、少しエギの形を大きく変えてエギの動きには出せない動きとか、そういった水押しを出すんですね。なので最後の見切りをつける時とか、あとリップが抵抗になっているので、どうしても風とか波があるとエギって流されやすいんですよね、 B ラインに沿って。なので抵抗物があるとその場でしっかり残ってくれるので、割と横風とかタフな状況でも使いやすいエギですね。浅間爪って磯の先端とか潮通しのいい
場所に立っているのであればその向こうから入ってくるイカマってもいいんですけど、こういったあの広く打てる場所、特に湾を形成する地形とかあまり水深がない場所だったり、めぼしいポイントが複数ある場合はですね、浅間詰めのタイミングって一投入れたらもう別の場所に移動しておいた方がいいです。その朝もう一番最初にエギを見せてやる気のあるイカだったらもうそのエギに対してわーっと向かってくるんですね。なので一箇所で粘るようなことよりも打てるような場所があるんであれば一投打ったらもう少し歩いてまた次のポイントでまた次のポイントって打った方がその新しいイカに出会えるチャンスっていうのはぐっと増えますね。だ海の中に光が入るっていうのは一個の変化で、まあ、光がなくなるタイミングもそうなんですけど、すごくあの生き物の活性が高まるタイミングですよ、ね、でそれを追ってイカも生えてきますし、で潮の時間とはまた別にあの潮の干満のタイミングとは別にその光の量の変化っていうのは1日のうちで2回必ず来るチャンスなんで、この時間はもうテンポよく数打ってた方が排出が伸びていきます、ね。結構朝夕間詰めのいい時間帯ってあのイカの活性も高いんで割とこう強いアクションをすることが多いんですね。割と遠くからイカ連れてこれるというかかなりあの高活性なんで強い動きにも反応がいいんです。ただいつもいつもそうではなくて強い動きで反応がなければ次あの弱めのあまりこうエギをそこから上げないようにして2回ぐらいの弱いしゃくりでずっと探ってくるとまた反応が得られたりします。エギングっていつもいつもこうなんていうんですかね、自分のこう納得のいくというか気持ちいい強さっていうのは多分釣り人あると思うんですね。ショートジャックもあの3回きっちりやないとこう気持ちが悪いというか、自分で決められた回数をどうしてもやりたくなるんですけど、やっぱり自然が相手でイカが相手なんで相手に合わせるってことも大事かなと思います。ちょっと強い動きが反応鈍いなと思ったらちょっといつも決めてる回数よりも少なく弱くちょんちょんとこれをずっと継続してやると、でいい時間帯はとにかく数を打っていく、コースを変えてその一頭一頭でこう寄ってくるイカをきちんとあのキャッチする、でアクションも強弱をつけてあげると一通りその場所を見切りをつけることができます。来てるよ、ほら来たよ、ベイト側の水面で少しあの回遊し始めて波紋を作ってたんですね、ちょろ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 、でそのタイミングでしっかりこうやってイカも動き出すんで、特に朝っていうのは夜から入ってきたイカが休んでる場合があるんです。特にこういった少しあの L 字の湾を形成しているような場所ですと入ったイカが休んで、で朝の1投目っていうのはそういったイカにコンタクトしやすいんで非常に高確率で釣りやすいんですね。なので一頭一頭コースを変えて広く探っていくとその活性の高いイカが寄ってくる。今だんだんこう日が陰ってきて夕方いわゆる夕間詰めの状態に入ってるんですね。夕間詰めって一言で言っても実はこう時間の幅って広いんです。本当の夕間詰めっていうのは太陽が沈みきってまだ明るさが残ってる状態、そこから夕間詰めっていうんですね。でなぜその夕間詰め、あと朝方も同じなんです。あの朝焼けが始まるその朝間詰め時っていうんですけど、そのタイミングっていうのは割とあの小魚も活性が高くなって漁港内に入ってきたりこう湾内にぐわーっと小魚が入ってきます。そういったあの餌を追ってアオリイカも入ってくるんですね。なので光がこう海の中に差し込むタイミング、もしくは光がどんどん落ちていくタイミングっていうのは小魚を餌とするイカも魚もそうなんですけども非常にこう活性が高まります。なので沿岸沿いも回遊してきますし釣り人とその出会うチャンスが増える。なのでその朝間詰め夕間詰めっていうのはものすごく釣りやすいタイミングなんですね。潮の時間に関係なくその光の変化で
その海の生き物の活性が高まるので非常に釣りやすい時間です。今夕日が完全に太陽がもう山の陰に隠れてもう夕間詰めの状態ですね。このぐらいの時間から沖からイカがこう沿岸沿いにわーっと回遊し始めるんです。で堤防でもこういった時間帯はもうバタバタと数が釣れる時間なんで、この時間はもう絶対竿を出すようにしてください。チャンスですよね。はい、夕方になってから水面にこう小魚がこうパチャパチャとハモを作り出す、こういうタイミングでイカも入ってきます。このくらいの色だよね、やっぱ来るの。ほら来たよ。しっかりとあの光がまだ残っている時間帯でこう回遊してくるアオリイカですね。やっぱりこの朝間爪も夕間爪もそうなんですけど、一回り日中より大きいサイズが回ってくるんです。日中にその見えてるサイズよりもやっぱりこうその時期のいいサイズのアオリイカに出会いやすい、これがやっぱり夕間爪のワンチャンスですね。なので必ず光量変化のある朝夕方っていうのはきっちり探ってほしいです。これは防波堤でも磯でも同じ話ですね。で、このエギがちょっと暗く見えるんですけど、やっぱり光がこうどんどん落ちていくことによってエギの色っていうのも少しずつ暗くしていきます。なのでこの時間帯にバッチリ色がはまるとやっぱりいいサイズが釣れたりしますね。必ずそれじゃないと釣れないってことはないんですけど、やっぱりその暗い時間には暗さに強いカラーがある、日中明るい時にはやっぱり明るいカラーがマッチする強いカラーがあるんで、そういった状況に色を回していくとより釣果も近づきますね。いかがだったでしょうか。堤防でのエギング、一見シンプルに見える防波堤でも実は狙うところやることはたくさんあるんです。ぜひ今回の説明を生かしてアオリイカの釣果を上げてください。